ふめまさを咲く、虎。シンパ俳優の深井康家はいつもの通りお昼近くになって目を覚ました。外はもう晴れ切った秋の日である。彼は寝たりた目をわざとらしく芝叩いて、障子のガラス越しに青い空を見やると、思い切って一つ、 大きな伸びをした。が、ふとその動作が、我ながら誇張めいているのに気がつくと、普段舞台での大げさな表情が、ここまで食い込んでいるような気がして、思わずあたりを見回しながら苦笑した。彼は俳優の中でも、実に天性の誇張家であった。そしてその誇張が過ぎて、 同た気分をかもすところに、彼の役どころの全生命があった。彼は、心波中での、最も有名な三枚目役者だった。彼は、元魚菓子の兄だったが、持って生まれた表近な性質は、心波早々の素たる、おっぺけペえの川上が、革新劇団の旗を挙げて、その下回りを募集したとき、 ほうばいたちの嘲笑をも帰りみず、まっさきにそれに応募した。が、いよいよその試験めいたものを受けたとき、川上はつくづく、このいがぐり頭の兄を見て、さて見くびったようにこう言った。お前さんは到底役者になる柄ではないね。彼がすべての言葉を尽くしたにもかかわらず、 川上は笑って受け付けなかった。が、彼はそれでも懲りなかった。そして今度は、頭をすっかり反り丸めて、人相を変えて、再び募集に応じた。ところが、ちょうど一座が多人数を用したので、彼も川上の目を逃れ、人々に紛れて、うまく採用されてしまったが、入ってしまってから、 川上はすぐに彼に気がついた。いやあ、こいつ、とうとう入りやがったな。川上は、幾分、狂坦の気味で彼に言った。へん、どんなもんです。と、彼は反った頭を二つほど叩いてみせた。まあ、仕方がない。入ったんならしっかりやれ。と、川上も笑いながら、 それでも心中、こういう男の使い道がないでもないと思って、心よく入座を許さないわけにはいかなかった。こうして彼は俳優になる時から、すでにすでに立派な三枚目の役を務めた。そして今では、心波工房の幾変遷を経て、とにもかくにも、唯の一座に、 なくてはならぬ俳優となった。給金も相応には取れる。役者らしくたまには女もできる。思えば彼もうまい出世をしたものにそういなかった。が彼とてもまた決して自分の今の地位に満足しているわけではなかった。彼ももう35歳を超えていた。 波の職業に従事しているのなら、分別盛り、働き盛りの年配だった。けれども今のままの彼は、舞台で絶えず同居を演じているに過ぎなかった。真面目な役は一つも振られなかった。彼はただ、観客をわっと笑わすためにのみ、もしくは浮き立たすためにのみ、配合的に用いられるばかりだった。 これでは、手品師の海沿いに出るジョーカーに変わらぬことを彼自身も知っていた。知っていたが仕方がなかった。彼はいい歳をして相変わらず、大向こうをわやわや笑わして、自らも己の境外を笑っていた。彼にはもう8歳になる子があった。 そしてその子は去年初舞台を踏んで彼と同じく今彼よりももっと正式なシンパ俳優になる未来を持っていた彼はその子を決して三枚目にはしたくないと思った自分と違って正当な立派な立ち役に仕立てるのが願いだった今不快はぼんやりとこの上で 昨日受け取った役のことを考えていた。昨日は今度はく歌舞伎座の茶屋の二階で、まましき中の本読みがあったのだが、そこで彼の振られた役というのは、ただ虎の一役だった。人の名ではない、本当の獣の虎に扮する一役だけだった。虎一役。 彼は考えると不満でもあり、また不平も言えぬほどおかしくもあった。彼はかつて猫にもふんした。また犬になって幕外で踊ったこともあった。そして動物役者という異名をさえ取っていた。で、今更虎の役を振られたとて、それが何の不思議であろう。むしろ、 彼にその役が回らなかったら、それこそ一つの不可思議事なのである。けれども彼は、彼が虎に噴することの不思議でないことを、ちょっと悲しく感じた。長年慣れてきていながら、職業だと思っていながら、どうせ茶化しているのだとは思いながら、自分の内なる人間が馬鹿にされているような気がして、 ちょっとの間は腹立たしくさえ思った。昨日の本読みの時にも、ちょうど作者が三幕目を読み始めようとして、さて、一座をずっと見渡しながら、ここで一つ在来の趣向を変えまして、用方前の豪車を見せるために、私はベランダに虎を飼うことにしました。南洋さんの猛烈なやつで、 それが幕切れに暴れて、たまえに食いつこうとするところを考えたんですが、どうでしょう。と言ったとき、皆の視線は一度に彼の方へ注がれた。そして、座長のゆいが、そいつはよかろう。それで深井君のはまり役ができた。受けることは疑いなしさね。と言ったとき、皆のもう一度彼の方へ投げた視線が、 なんとなく上昇の色を帯びているように彼には感じられたのだった。けれどもまた、縦尾山の川原までが、そいつはきっと評判になりますね。その幕はすっかり深い君の虎に壊れてしまいますよ。といった時には彼も笑いに加わりながら、いくらか得意にさえなっていった。 とにもかくにも、彼はなお床の上で考えた。振られた虎一役は、うまくやらなければならない。獣に扮することが、何も自辱というわけではない。獣でも鳥でも、うまくやりさえすれば、立派な役者なのだ。そして何と言っても、虎をやれる役者は、日本中に俺しかないのだ。そうだ。 一つ、虎をうまくやって、見物をわっと言わしてやろう。そして、他の役者どもを蹴飛ばしてやろう。今の俺が生きていくには、そうするより他はないのだ。彼は急いで起き上がると、下にいる妻を呼んで着物を着替えた。そして、もう晴れ晴れした顔つきをしながら、下へ降りていった。 そこの長火鉢のそばには黄色い布巾がかけてある彼の遅い朝の食台が待っていた。彼は急いで用事を使うとそそくさとその朝飯とも昼飯ともつかぬものに向かった。縁側には息子の渡るが日向ぼっこをしながら古い演劇画報のページを 見るともなくひっくり返していた。その口絵の中には、ごく稀にしか載らぬ、彼の小さい写真姿があるに違いなかった。お情けでたまに載せてもらう写真。彼は息子に対して、いつもながら恥じらいを感じた。この息子の目に、役者としての自分が、どのくらいに映るだろう。 そしてそれが父としての自分とどれだけの定食を引き起こすだろう。彼は漠然とそんなことを考えて箸を運んでいる時に、渡るは不意に声をかけた。お父さん、今日は稽古がお休みなのああ、縦稽古までお父さんは休みだ。こう言いながら彼は、 覚えなければならぬセリフが一言もない虎の役を改めて苦々しく思い起こした。彼は実際稽古場へは出ても今度は他人とセリフを合わせる必要もなかった。要するに稽古というものは彼にはいかに虎らしく重役すべきかを一人で考えればそれでよかった。 がしかし、虎というものは一体どんな飛び跳ね方をするのだろう。彼は絵に描いた虎は見た。急激のあるものに出る虎も見たが、実物の虎はただそれらを通して漠然想像しているに過ぎなかった。いざ自分が演ずるとなると、いかに動物役者の自分にも、 まるで特徴がわからなかった。いずれ猫族に入っている獣だから、勢い立った大きな猫と思えば大差はなかろうが、もし急激の猫騒動などに出る猫の仕草以上に一歩も出ないで、口の悪い劇評家などから、不快の虎は文字通りに虎を描いて猫に類する。 謎と言われては尺だ。彼はまたそんなことを考え続けた。息子の渡るは父がそんなことを思い悩んでいるとは知らず、親におもねる子供の技巧のおずおずするような甘えた口調で、なおも問いを進めていった。それじゃあ、どこへも行くご用はないの うん。まあ、ないな。だが、なんだってそんなことを聞くんだ僕ね、お父さんが暇なら、今日、上野へ連れて行ってもらいたいんだよ。お天気がいいんだからさ。ねえ、連れてっとくれよ。上野のどこへ行くんだあんなところへ行ったって、少しも面白くはないじゃないか。子供に家の展覧会はわからないし。 だって僕、動物園へ行ってみたいんだよ。去年からまだ一度も行かないんだもの。動物園思わず反問した彼は、頭の中でひらひらと思い浮かぶことがあった。彼は、この子供の言葉を、一種の啓示として感謝していいか、一種の皮肉として苦笑していいか、 どっちに取るべきかに迷ったが、たとえ子供を通して神様から笑われているにしても、この機会を利用して虎の実態を研究しておくのが昨今の急務だと彼の職業が教えた。動物園へカバが来ているんだからさ、ねえ、連れてっておくれよ。そうだなあ。それじゃあたまには渡坊の相手にもなって、 カバでも虎でも見てこよっか。こう言って彼は申し訳をするようにそばのサイくんを帰り見た。ご用がございませんでしたらそうなさいよ。よそへ行くより帰って気が晴れるかもしれませんよ。サイくんは虎にこだわる夫の心持ちとは違って、よそへ行くよりという言葉に、 一種の意味を持たせて賛成した。彼はもちろんそんな風刺には敏感だった。が、それを外すのにもまた軽く受け流す手段を知っていた。なるほど。どこかへ猫を見に行くよりは、お前もいくらか安心だろうな。こう言って彼はわざと大声に笑った。じゃあ、お父さん。 すぐ行こうね。ああ、よしよし。こうして彼は何のはばかりもなく、天の与えてくれた好機に乗ったが、彼の心のどこかには、なんとなくくすぐったいあるもの、子供に恥ずかしいあるものがあった。しかし、まず何よりも職業なのだから、そう思うと、快活に全てを諦めて、 自分を笑いながらいたわる江戸っ子に帰っていた。それから小半時も経つと、彼はもう渡るを連れて上野行きの電車に乗っていた。彼は普通の俳優並みに、こういう電車の中などでは、人に知られまいとする努力の快感と、その努力にもかかわらず、人にそれと知られさされる快感とを、 交互に得たいと思った。彼は誰が見ても目に立つ派手な大島の合わせを揃えて、これも小役らしく袖を長くした着物の渡るとともに、射出の隅にことさら身を縮めていた。彼は知人にこんな動物園へ行くところを見つけられたくないと思った。が、それと同時に、 誰かにひょいと出会って、この自分の妙な動物演行きを、さりげなく笑い話の種にしたくもあった。ちょうど須田町から乗り合わした男が、うまくその要求を満たしてくれた。それは、J 新聞にいる見知り腰の劇評家だった。不快は、まぶかに被ったソフトの下から、 素早くそれと認めたが、向こうでそれと気づいてくれるまで息を詰まらせて待ち構えた。間もなく激鳳家は彼とわかると、そばへ寄ってきて、密かに親しげに応用に黙って肩を叩たたいた。いやあ、先生ですか。これは珍しいところでお目にかかりましたな。 妙な人と乗り合わせたもんだね。だからこの稲妻車というやつは面白だって。また、そんな難しい言葉をお使いなすっちゃいけません。だが今日はどちらへおいでのところかお帰りのところか存じませんが。さあ、どっちに片付けるかね。行きとも言えるし、帰りとも言える。 どちらがご本宅だかわからないと来てますからね。そんな粋な寸法じゃないよ。だが君はどちらへわしですかわしはこれでなかなか粋なところへ行くんぜ。まあご覧なさい。こういうこぶつきです。と彼は無視されていた子供に顎を向けた。ほう、わたこうか。 今日はお父さんのお供かいそれともお父さんがお前のお供かねそうそう、その息なんです。今日は子供に惹かれて上野へ行くんです。なんだい、展覧会かい。ちょっと関心だね。そんな野暮なところじゃないんです。これでも動物園へ行こうってんです。こう言って彼は慌てて付け加えた。 カバーを見にね。動物園。激評家はわざと大行に眉をひそめたが、すぐにまたニだニだしい笑顔に帰って、ポンと膝頭を打った。あ、なるほど。そうかい。わかったわかった。だが見に行くのはカバーじゃなかろう。じゃあ、 カバの逆さまを見に行くとでもおしゃれますかな。いや、そうはぐらかしてもその手は食わないよ。見に行くのは例の虎だろう。今度の思考はもうちゃんと聞いてるぜ。あれは大谷の思いつきだって言うが、あいつも話せる男さね。へえ、そうですか。そいつは初耳ですね。 あしはまた、ていていさんの悪いいたずらだとばかり恨んでいましたよ。それじゃあちょっと、研究の芝居がありますね。何しろ、こちらは、仕打ちの受けが大切ですからな。それ見たまえ、見事に白状に及んだじゃないか。しかし、虎を見たいんなら、わざわざ動物園まで行くにも及ぶまいぜ。 一二を飲ませりゃ、誰だってなりますか。どうだいそっちの虎を見に行こうじゃないか。そいつはいけません。何しろ小奴を巻くわけにはいきませんからね。と、彼はまた子供を帰り見た。君もおいたね。激評家も渡るの方をじっと見ながら、何気なしに言った。不快はこの言葉を聞くと、 水をかけられたように真面目に帰った。そして、息子の手前を帰り見ず、べらべら冗談口を叩いたことが、何とも言えず恥ずかしいように思えた。が、そのまま口をつぐんでしまうには、今までの彼の教養が軽快すぎた。年はとっても、することは子供ですってね。 何しろ虎一役じゃ、やりきれませんよ。しかし、馬鹿さ加減を言えば、ゆいの役だって同じようなものさ。むしろ君の虎一役が、名誉かもしれんぜ。人気が虎の一心に集まったりしてね。そう思って、わしも一生懸命やるだけはやるつもりなんですがね。そうとも、僕たちだって、 むしろ君の虎に期待しているよ。恐れ入ります。不快は苦笑をしながらも、内心少なからず慰められた。そのうちに、電車は上の山下へ着いたので、彼は息子に促されて、激評価を残したまま、慌てて電車を降りた。上野の秋は、 木々も色づいて、広く白い散歩道には人の流れがところどころに日傘を浮かして動いていた。屋内にばかりいなれた深快は青空の下で自ら木が晴れ晴れした。彼はまっすぐに動物園へ向かった。園内に入ると渡るは喜んで駆け出そうとした。 不快はそれを引き止めて、じゃあお父さんは虎を見ているから、お前はすっかり見て回ったら帰っておいで、と言い渡した。渡るは、父がなぜそう虎に興味を持つかと詮索する余裕もなく、勇み立って、父の元からの解放を喜んだ。彼はもう走って行って、猿の檻の前にいる、 大勢の子供の中に紛れ込んでしまった。父もまた子からの解放を喜んだ。そして一人ゆっくり帆を運んで、ずっと前に来た時の記憶をたどりつつ、猛獣の檻を探し回った。目指す虎のいるところはすぐに分かった。彼は妙な心持ちで檻の前へ立った。 ほう二軒ほどの鉄の檻の中には、彼の求むる虎そのものが、物げに前足を揃えてうずくまっていた。その薄汚れた毛並みと、どんより曇った火のような眼光が、まず彼の目に入ったとき、彼はちょっと落胆を感じた。あまりに今まで想像していた、猛獣の異性と違ったからである。 けれども、じっと見つめている間に、彼の心は、だんだん虎に同情してきた。一種の憐憫と共とに、妙な愛情さえも生じてきた。このほがらかな秋の日を、うすらまく檻の中に閉ざされて、あらゆる野生の活力を奪われ、ただどんよりとうずくまって、人々の見るがままに、 動きもせぬ獣。その獣こそは自分の境遇にも似ているとさえ感じた。しかし、どこが似ているのか彼自身にもわからなかった。彼は漠然とそんな考えに打たれて、自分がこの虎に憤するのを忘れ、虎の死体を研究するのを忘れて、 じっと檻の前に立っていた。虎も動かなかった。彼も動かなかった。この不思議な対象をなす獣と人とは、ぼんやり互いに見合ったまま、じっといつまでも動かなかった。しまいには不快は、虎と同じ心持ちを持ち、 虎と同じことを考えているように感じた。突然、虎は顔を妙に歪めた。と思うと、その途端に、それだけ鮮やかな銀色の髭を植えた口を開いて、大きな獣のあくびをした。開いた口の中は先行色で、ボタンというよりはバラの開いたようだ がそれも1分間と経たずに虎はまた元のような静けさに帰ったふと我に帰った深井は危うく忘れかけた自分の目的を再び心によみがえらせたけれども眼前の虎は彼にただ一度のあくびを見学させただけであとは林のように動かなかった それでも彼は満足した。これだけ虎の気持ちになれれば、あとは自分で勝手に跳ね狂えるように感じた。そうだ。一つ思い切って虎になってやるぞ。俺には、色男の気持ちなよりも、もっと切実に虎の気持ちがわかるのだ。こう彼は心に叫んだ。 やがて、彼はそこへ戻ってきた息子の手を引いて、前よりももっと近然としながら、動物園の門を出た。翌日、彼はふと、J 新聞の園芸一席話という噂書きの一覧を見た。すると、そこには霊々しく、例の動物役者で売った深井康介は、 この頃ではすっかり人間離れがしてしまって、昼飯はニャゴニャゴを言いながらアワビ貝で食い、給金はチンチン後足で立ちながらもらうという凝り方だが、いよいよ今度の歌舞伎座でも、役もあろうに虎一役で大嘘までに収まり、動物園に通って熱心に研究中と出ていた。それは、 昨日あった例の激評価が筆に任せて書いたものに相違なかった。彼はそれを読んだ時、ちょっと一種の噴劇に近いものを心に起こした。が、しかしそれはすぐ消えて、後には苦笑となり、ついで晴れやかな微笑へ推移した。なあに、これが俺の人気なのだ。 そう思うと、彼はさらに虎一役を成功させる必要を感じた。彼はもう、タバコを吸いながらも、飯を食いながらも、寝床の中にいながらも、ひたすら虎の動作のみを考えていた。そのうちに、いよいよ初日は来た。そして、超数は進んで、 彼が虎となって現るべき三幕目となった。彼は笑い顔一つせずに、虎のぬいぐるみを着て、知らせの木と共に、玉江邸のバルコニー上に横たわった。幕は開いた。まだ誰も登場しなかった。ただ物げに寝ていた虎が、ようやく長い日の眠りから覚めたように、 ちょっと身を動かして、一声二声、うーっとうなった。その途端に、大向こうから、不快不快と呼ぶ声が、五つ六つかかった。不快は内心少なからず得意だった。続いて、ゆいが登場した。川原が登場したが、 そのびにかかる大向こうの掛け声は、不快のそれに劣るともまさらなかった。不快は、それ見ろと思った。そして内心、ますます得意だった。劇は進行した。彼は、ゆいと川原との会話を聞きながら、ひたすら自分が跳躍すべき木を待っている。 劇は好調に達した。そしていよいよ彼の活躍すべききっかけとなった。彼はまず猫とも虎ともつかぬ獣の伸びを一回した。それからおもむろに一二度うなった。そして玉えのからかうにつれて猛然とその胸をめがけて踊りかかった。つないである鎖が ピンと緊張するほどに勢い込んで跳ね狂った。観客は沸き立った。深い深いと呼ぶ声が随所に起こった。彼はぬいぐるみを通してそれらの喝采を聞きながら、ほとんど我を忘れて跳躍した。もう不平もなかった。奮劇もなかった。 物流もなかった。地軸もなかった。ただ、彼の傍画の心の中には、言いようのない快感のみが存在した。彼のなおも猛然たる跳躍の中に幕は閉じた。見物の喝采はまだ鳴り響いていた。彼はすっ しかり蔓越した。そして、よう,ようとして、ぬいぐるみのまま舞台を引き上げてきた。すると、その暗いかき割りの影で、ふいに彼の片手へすがりつくものがあった。彼はちょっとびっくりして、ぬいぐるみの覗き穴からその方を見合った。そこには、彼の息子の渡るが、 お父さん、と言って立っていった。不快は得意の絶頂からたちまちにして基地のどん底に放り込まれた。彼は彼の息子の前でぬいぐるみの中の顔を年がいもなく真っ赤にしたが、再び見下ろした息子の目にはこの不甲斐ない父の一役を 避難するような何者もなかった。かえって父の苦しい境遇に同情する泣きたいような表情が現れていた。お父さん再び息子は鼻声で言いながら寄り添ってきた。渡る不快も思わずそう言って息子の体をひしと引き寄せた。 涙がぬいぐるみのトラフをつとうて、ぼろぼろと落ちた。こうして、虎と人間のことは、暗い背景の影で、しばし泣きあった。